こんにちは、JA 南方商船の、理事長をします田中豊です。当時は茨城県に南東部に位置し、四季を通じて温暖な気候と水揚げの良い土壌に恵まれて、年間70数品目の農産物を生産しております。茨城県は全国第3位の農産物県でありますけれども、当時は県外の地道な努力によって年間200数十億円と県内の最大の販売状況を打っております。このように野菜は首都圏を中心に高品質な野菜を全国に届けております。で、うちの管内は大きく2つに分かれます。一つは鹿島鹿部地域、これは鹿島灘で面してまして、砂丘地帯、ここに戦後間もなくピーマンが栽培が始まりまして、このピーマンは日本最大の品質上とも劣っております。で、大きくこの時には2つの選果場を有し、この選果場から毎日安全で安心なピーマンを全国に届けております。もう一方で北浦、霞ヶ浦に囲まれた長田地域におきましては、2つの湖に挟まれる関係で農地が傾斜地になっております。そしてその大地は関東特有のドーム層が恵まれまして、観賞を中心に70数品目の野菜が栽培されております。特に観賞については第56回農林水産祭において多角化経営部において最高位であります天皇杯を賜りました。この観賞を中心に日本を代表する産地として国内はもとより海外ものまで大きく販売を伸ばしております。今後とも自立しましては地域に出した、そして地域とともに、農業と食文化を守り、地域住民に愛された信頼される JA を目指しております。JA グループ茨城。